オリビエ・ジルーはフランスサボワ県シャンベリ出身のサッカー選手。プレミアリーグチェルシー FC 所属。フランス代表。ポジションはフォワード。2018FIFA ワールドカップフランス代表の優勝メンバーであり、2018から19シーズンの UEFA ヨーロッパリーグではチェルシーの選手として初めてヨーロッパのカップ戦において2桁ゴールを記録した選手となり、 大会得点王を獲得、UEFA ヨーロッパリーグ優勝に大きく貢献した。2005年にグルノーブルでキャリアをスタートさせ、2006から07シーズン第26節のルアーブル AC 戦で初ゴールを挙げた2008年にトゥールに移籍した。2009から10シーズンには7節のアルル戦で4ゴールを決めるなど、チームトップの21得点を記録。 リーグでの得点王に輝いた。2010年7月1日、モンペリエに移籍。7月29日に行われた UEFA、ヨーロッパリーグ予選3回戦の JL11ST、レグでは決勝点を挙げた。8月28日のバランシェンヌ戦では一部リーグでの初ゴールとなる決勝点をマーク。2011年1月19日。 リーグカップ準決勝のパーリー・サンジェルマン戦は延長戦までもつれる激戦となったが延長後半12分に決勝点を決めた。結局、リーグカップ決勝では丸、2011から12シーズン、2011年8月14日には前年度リーグ王者のリール相手に決勝点を挙げた。10月15日のディジョン戦では一部リーグでは初のハットトリックを達成。 11月26日の訴訟戦では、シーズン2度目のハットトリックを達成した。この年はパリ・サンジェルマンのネネと並ぶ21得点を上げて、得点王となり初優勝に貢献した。アーセナルでのジルー、2012年6月26日、1200万ポンドで、イングランドプレミアリーグのアーセナルへの移籍が決定。FA カップ3回戦のコベントリー戦で、移籍後初ゴールを決めると、 10月6日のウエストハム戦でプレミアリーグ初ゴールを挙げ、また24節のリバプール戦では1-2から同点ゴールを決めるなど、リーグ戦では11ゴールを挙げた。2013から14シーズン、第3節のトッテナム戦では決勝ゴールを決め、ライバルチームへの勝利に貢献、リーグ戦では合計16ゴールを挙げた。FA カップ決勝のハルシティ戦では、 ラムジーの決勝ゴールをアシストした。2014から15シーズンは、負傷により前半戦をほぼ全て棒に振ったが、復帰してから得点を量産。2015年3月21日の入滑する戦で、フリーキック先制点を記録するとその4分後にも、コーナーキックからヘディングで、追加点を奪い、2得点の活躍を見せた。3月はそれ以外にもリーグ戦で、エバートン。 クイーンズ・パーク・レンジャーズ、ウエストハムからも得点を奪い、3月に行われた4試合すべてでゴールを記録。この活躍で、トッテナム・ホットスパーのハリー・ケインを抑えて3月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選出された。4月4日のリバプール戦で得点するなど、6試合連続ゴールを達成した。FA カップ決勝のアストンビラ戦では3-0から。 ダメ押しのゴールを決め、優勝。2015から16。チャンピオンズリーグでは、GS 第3戦のバイエルン戦、負ければ、敗退濃厚という状況で、途中出場からヘディングで泥臭く先制ゴールを決め、勝利に貢献。続く、第6戦のオリンピアコス戦では、移籍後初のハットトリックを達成。チームを16年連続 CL、決勝トーナメント進出に導いた。 リーグ最終節のアストンビラ戦ではアーセナルでの2度目のハットトリックを達成した。2016から17シーズンは最初の9試合でわずか3試合をサブとして出場したに止まったが10月29日のサンダーランド戦で途中出場から2ゴールを決め11月19日のマンチェスター優先でも途中出場から89分に同点ゴールを決めた。 1>, 1月1日のクリスタルパレス戦ではバックヒールでのスコーピオンボレーシュートを決めた。このゴールはベンゲル監督から永遠に記憶に残るゴールと称賛されるなど高く評価され2017年度の年間ベストゴールに贈られるプスカ首相を受賞した。このシーズンは限られた出場ではあったが12ゴールを記録した。2017から18シーズンには フランス代表で同僚の FW、アレクサンドル・ラカゼットがクラブ史上最高額となる遺跡金で加入。昨年以上にポジション争いが激化し、アーセン・ベンゲル監督からも遺跡を容認された。しかし8月11日、レスターシティとのリーグ開幕戦では、途中出場ながら勝ち越しゴールを決める活躍を見せたが、その後もラカゼットの存在により限られた。 出場時間となっていた。2018年1月31日、アーセナルと同じく、ロンドン市内に本拠地を置くチェルシーと1年半の契約を締結した。背番号は18番。2018年2月16日に行われた FA カップ5回戦の春ィ戦で、チェルシーでの初得点を記録。4月14日のサウサンプトン戦では、 後半に交代出場すると2得点を決め、チームを3から2の逆転勝利に導いた。4月22日の FA カップ準決勝、サウサンプトン戦では、吉田マヤラ相手4人に囲まれながら、その4人すべてを鋭い切り返しでかわすと、最後は GK もかわし、ゴールを挙げ、決勝進出に貢献。チームは決勝で勝利し、遺跡後初タイトルを獲得した。 5月5日のリバプール戦ではヘディングで決勝点を決めた。チェルシーでのジルー2018から19シーズン、9月15日、カーディフ戦でシーズン初のスタメン出場し、エデン・アザールの2ゴールをアシスト、プレミアリーグで初となるアザールのハットトリックを助け、アザールから素晴らしいターゲットマンだ。多分世界一だろうねと称賛された。ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦。 ディナモ・キエフ戦のセカンドレグでは、チェルシー移籍後初のハットトリックを決めた。UEFA ヨーロッパリーグ準々決勝スラビア、プラハ戦のセカンドレグでゴールを決め、チェルシーの選手として、ヨーロッパの1大会で2桁ゴールを記録した初の選手となったその決勝戦では、フルス・アーセナルと対戦し、先制ゴールを決めただけでなく、PK を獲得、アザールがこれを決めて、リードを広げた。 さらにエデナザールのゴールもアシストと優勝に大きく貢献し、個人としても大会得点王に輝いた。2019から20シーズンはタミー・エイブラハムが優先的に起用されたため出番が激減。10月にはこの状況を受け入れることができないとして、対談を希望し、アメリカのクラブなどが移籍先候補に浮上した。その後、バルセロナからの関心が報じられ、 インテルミラノ、ラツヨ、トッテナムなどへの移籍が報じられたが、チェルシーがオファーを拒否したことで、残留、2月22日のトッテナムとのロンドンダービーで、先発を果たし、シーズン初ゴールを決めると、以降の11試合で7ゴールを決め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。この間の5月20日、2021年6月30日まで、チームとの契約を延長した。 また FA カップ準決勝のマンチェスターユナイテッド戦でゴールを決め、決勝進出に貢献した。2020から21シーズンチャンピオンズリーググループステージ11月24日第4節の連路戦では試合終了間際にシーズン初ゴールとなる決勝ゴールを決めると12月2日第5節のセビージャ戦で4ゴールを決め、2020年12月2日 時点で、これまで、クリスティアーノ・ロナウドの持っていた、同大会の最年長ハットトリック記録を更新、新記録を樹立した。上記の試合での活躍からリーグ第11節のリーズ戦で、リーグ戦では、シーズン初先発で起用されると、リーグ戦、シーズン初ゴールを決めた。チャンピオンズリーグ、ラウンド16のアトレティコ・マドリード戦では、オーバーヘッドで決勝ゴールを決め、 チャンピオンズリーグの決勝トーナメントにおいてチーム史上最年長決勝ゴールを挙げた選手となった。2010年11月3日ローラン・ブラン監督によってフランス代表に初選出され11月11日のアメリカ戦でフランス代表デビュー。2012年2月29日のドイツとの親善試合で代表初得点を挙げた。2014年 ワールドカップブラジル大会ではグループリーグのスイス戦で先発出場し先制ゴールを決めた2016年母国開催となったユーロフランス大会では開幕戦のルーマニア戦で大会第一号となる先制ゴールを挙げ準々決勝アイスランド戦では2ゴール1アシストを決め準決勝シンデルに貢献決勝戦でポルトガルに敗れて準優勝に終わったものの 大会通算3ゴールにアシストの活躍でブロンズブーツ賞に選ばれた。2017年6月2日パラグアイとの親善試合で代表では初のハットトリックを達成した。2018年ワールドカップロシア大会では初戦のオーストラリア戦から決勝のクロアチア戦までの全7試合に出場。自身は大会を通してノーゴールに終わり枠内シュートは一本もなかったが ラウンド16のアルゼンチン戦では、キリアン・エムバッペの決勝ゴールをアシストするなど、ムバッペやグリーズマンをサポートし、優勝に貢献した。2019年3月25日のユーロ2020に向けたアイスランド戦でのゴールで、ダビド・トレゼゲを抜き、得点数がフランス史上歴代第3位となった。また、同予選11月14日、モルドバ戦では、 決勝ゴールとなる PK を決め、フランスを本大会へと導いた。2020年10月7日のウクライナ戦で代表通算100試合出場を達成、また2ゴールを挙げ、代表での通算得点を42とし、代表通算得点数でミシェル・プラティニを超えて歴代2位となった。アーセナル時代のディルー国際 A マッチ106試合44得点。ありがとうございます。